ダニエル・シャルルダニエル・シャルルは、フランスの音楽家、音楽学者、哲学者。パリ国立高等音楽院で、オリビエ・メシアンに学ぶ。1956年に、同音楽院を一等賞で卒業。その後、1959年に、哲学教授資格を取得。1977年には、ミケル・デュ・フレンヌの指導の下で、国家博士号を取得した。 1969年にパリ第8大学音楽学部を創設し、1989年まで学部長を務める。その後はニース大学文学部哲学科に席を移し、1999年の退職までその職にあった。世界的なジョン・ケージ研究の権威であるのみならず、現代音楽のあらゆる潮流に通じ、縦王無尽に論じた、白識の哲学者でもあった。 国家博士論文の一部は恋の時間として出版されている。時間芸術としての音楽の本質について、恋の様々な特質を明らかにすることによりアプローチされている。ジョン・ケイジとの対話による協調である小鳥たちのためには最初にフランス語で出版され、後に英語多各国語に翻訳されたものである。この著書はケイジの音楽作品であり、 その演奏がシャルルに託されたとされる。決然とした実験音楽、刑事と刑事以後のポストモダン支持者であり、それをハイデッカーやバッティモ、あるいはアドルノやガーダマを用いて読み解いていくそのスタイルは、その後の音楽学者、音楽美学者、音楽批評家たちに大きな影響を与えた。多くの国々から講演依頼を受け、世界中を飛び回っていた。 1987年の来日時には国立音楽大学で講演し、その話題の豊富さに通訳のショの進むが悲鳴を上げたことがある。晩年には日本で活躍する息子でビデオアーティストのクリストフ・シャルルの影響からか、日本のビデオアーティストの飯村隆彦に多くの興味を寄せていた。ありがとうございます。